三重県鈴鹿市に暑いこの時期続々と人がやってくるお店があります鈴鹿駅から南へおよそ5キロ国道23号線から少し入った場所にある人形の広盛り昭和58年創業県内最大級の人形専門店でひな人形や五月人形などおよそ300点を展示販売 地元でも評判のお店なんですが皆さんのお目当てが今日かき氷食べに来ました人形,人形を見に来たのじゃなくてかき氷食べに来ました <laughs> そう冷たいかき氷なんとかき氷が人気の人形店なんです おいしい。<laughs> す,ごいすごいすごいすごい。ふわふわでとろっと溶けてくる。お口入れると。やボリューム満点ですが、ふわふわ食感でペロリと食べられちゃうんです。駅や繁華街から。 少し離れているにもかかわらず見てください広い店内は満席です切り盛りするのは三代目の広森祐介さんと妻のエリさんご夫婦かき氷に使う氷を見せてもらいましたこちらが当店で使っている氷になります これはあの鈴鹿山脈の伏流水を使った氷になりますね。食べた時にふわっとしたあの口どけの良いあのかき氷になりますので。鈴鹿山脈の伏流水を48時間凍らせて不純物を取り除いたきめの細かい純氷を使用しているんです。削り方にもこだわります。 こここれれが葉を立ててるとうういう状態にななっていますこれはシシャリシャリリ氷ですでどちらかというとこう本当に雪が降ったみたいなこういう自然な雪のような状態これがふわふわな状態ですのでミリ単位なんですけど常にこう調整してこれがふわふわな状態ですね。 シロップは毎朝店で手作り。しかも抹茶はあの地元の鈴鹿抹茶というのを使っています。すごいあの色味もすごく綺麗なのと風味もすごくいいです。お茶の生産量トップ3に入る三重県中でも鈴鹿市は寒暖差が大きく味や香りに優れた質のいい茶葉が育つと言われています。 鈴鹿産の抹茶に水飴などを加え作る自家製シロップやっぱり火が変わるとこう風味とかがすごい変わってきますのでやっぱり作りたてが一番おいしいと思いますのでおいしいのを食べていただきたいので毎朝作ってます口どけの良い鈴鹿の氷に風味豊かなこれまた鈴鹿の抹茶シロップを たっぷりかければ完成一番人気の抹茶ミルクは800円抹茶のほのかな苦味と甘いミルクが絶妙にマッチ口の中に入れた途端ふわっとなくなる口どけの良さ他にも沖縄県産のコクのある黒糖を使った黒蜜きな粉や。 甘酸っぱいイチゴミルクなど9種類が楽しめます午前11時開店すみませんお待たせいたしましたどうぞ中の方どうぞはい、はいはい、すみません <laughs> 開店前から待ち構えていたお客さんもいましたもともと 人形を展示していたスペースを開け、椅子とテーブルをセット。人形を見ながら、ここでかき氷が食べられます。お願いします。抹茶ミルク二つでお願いします。ありがとうございます。お客さんの半数が注文するという抹茶ミルク。 すみません、お待たしました。ありがとうございます。ありがとうございます。シルクはですね、こう毎朝こう鈴鹿抹茶を使用してるんですけども、あのマッから立てて毎朝手作りで。そうそうなんですよ。なのでこう風味とあのすごい色味もすごく綺麗だと思います。うん。こんなにふわふわだもおっしゃったようにすぐなくなるこれだったら。これならね。ね。美味しい。 いい感じ、あの薄くもなし、いい香りがして。熱心なファンが多いこちらのかき氷。こうふわふわって雪みたいな感じで、ふっと,と溶けていくですね。夏になったら来よう、来ようと思ってて、早速夏休みになったのできました。<laughs> こちらは去年から通う家族。 こうね、ボリュームもあって、ね、うん、もう氷もふわふわやし。ね、全然他と違うというか、ねもね。人形屋さんで、ね、かき氷っていうイメージがなかったので。うん、あの、ちょっとびっくりしました。はい、一日で最も暑くなる午後2時過ぎ。続々とお客さんがやってきて。 街スペースにも10人ほどが広い店内がお客さんでいっぱいになりました忙しくなると妻のエリさんも一緒にかき氷を作ります、うん、おいしい。<laughs> 皆さんうれしそうところでなぜ人形店がかき氷を始めたのでしょうかセック人形ののシーズンオフの期間っていうのが夏場っていうのがあって夏場にここで何かできることないかなっていうのはずっとこう考えてたことはあってでそこでまあ氷っていうのでもうぴっ売り上げが落ちる夏に。 かき氷でお客さんを呼ぼうというのがそのきっかけでもそれだけではありません実はですねこのひな人形とかき氷というのは古いつながりがあるんですねこのひな人形の始まりは平安時代って言われてまして実はかき氷もですね平安時代発祥って言われてまして清少納言の 枕宗師っていう書物の中に削り火っていうのが記載されておりましてで昔平安時代にかき氷を食べたっていうのがまあ始まりとされておりますね平安時代に清少納言が氷を削って食べたとされる削り火がかき氷の原型とも言われているんです。同じ平安時代に生まれれたと言われる、 ひな人形を扱っていたこともかき氷に挑戦した理由の一つ全国から氷を取り寄せシロップも試行錯誤しながら納得のいく味に陶器の器に盛り付け和風なかき氷に仕上げました3年前にスタートさせたところおいしさはもちろん 人形店で食べるかき氷というのが話題となり大勢のお客さんが訪れるようにおにぎゅ屋さんにこんなかき氷屋さんができてるって聞いたけど信用できなくて一生懸命にスマホで検索したらあったやっぱりそうや <laughs> すごい素敵 <laughs> い <laughs> お人形さんもね周りに置いてあって中でこんなに静かに食べれてとってもいいなと 待ち時間に人形を眺める親子の姿も待ってる間、人形を見て、結構楽しめたね。で、子どもたちも退屈せずに待ってられたんで、なんか、あこれいいね、あれいいねって言ってたんで、まあなんか、次、もし小っちゃい子生まれたら、これ買うみたいな話とかあったんで。<laughs> あまり来る機会がなかったので、こういうかき氷で、なんかこう、ね、知ったので、ここがあるっていうことをね、次の子供が生まれた、男の子が生まれた時とかにあのところで買い,たいなと思います、ね、はい。実はここに、お店のもう一つの狙いが。 セック人形店っていうのはすごく敷居が高くて入りづらいっていうイメージがどうしても出てくるんですねですのでかき氷を始めることで気軽にお客さんに来ていただいてその食べたついででもいいんですし食べる前でもいいんですけれども少しでもお人形に触れてもらったらありがたいなという思い出させていただいております。 本業はあくまでもあのセック人形店なんですけどまあ本業と一緒ぐらい忙しくなってきてますのでありがたいですね。<laughs>